カミーユ・ショータンはフランス第三共和世紀の急進派政治家で3度にわたって閣僚評議会議長を務めた。カミーユ・ショータンは有名な急進派政治家のもとに生まれ若い頃は法律家としての教育を受けながらアマチュアラグビー選手として活躍しスタッド・フランセとも戦った。彼は1906年にグラン・オリオンド・フランスに就任したが1938年には 政治上の問題からフリーメイソンを脱退した。彼は議員のおじであったアルフォンスショータンの所属した地元政党へ参加し、多くの急進社会主義政治家に典型的な政治キャリアを積んだ。1912年にトゥールの町評議員に選出され、1919年から25年にかけて町長になった。また1919 19年から34年の間は、 会員議員としても活動し、34年から40年の間は上院議員として活動した。ショータンは中道左派政党の急進社会党の中でも右翼の指導的な人物の一人だと考えられていた。1924年から26年の間、彼はエドアル・エリオ、ポール・パンルベ、アリスティード・ブリアンの下で左派連合内閣のメンバーとして務めた。 二度の首相政党間の有能な接唱者として名が知られるようになり、彼はよく中道左派による連立の形成を狙うために利用された。1930年には首相となり、短命ながらも政権を率いた。1934年の選挙で左派が勝利を得ると、彼は内務大臣を経て1933年11月に再び首相となって政権を率いた。 しかし、スタビスキ事件の発生に伴って、自身の内閣閣僚の汚職が暴露され、政権は極運の激しい批判にあった。1934年1月27日、反政府的な出版物がスタビスキの死を政府のもみ消しと断定し、時を同じくして、翔丹は内閣総辞職の道を選んだ。人民戦線内閣1936年に、 レオンブルムを主犯として人民戦線内閣が発足、ショータンは閣外大臣として求心者回答を代表した。彼は1937年6月から1938年3月にかけてブルムの公認として首相に就任した。当時、フランの価値は下がっていったものの政府の財政は厳しいままであった。彼は人民戦線における問題点を追求し、 国内の鉄道を国有化して、フランス国鉄への再編を進めた。ところが1938年1月、彼は、社会主義者ではなく、中道左派の共和主義者からのみ閣僚を選出して、新たな内閣を形成、フランス共産党を閣外へ追放した。同年2月、彼は結婚した女性に対して、経済的、法的な独立を認め、非婚女性の大学進学と、 銀行口座開設を許可した。政府は第三共和国憲法213条を廃止した。一方で、夫がその世帯の住む住居を選ぶ権利を持つ家族の多さであるという記述はそのままにした。政権は3月10日に解体された。第二次世界大戦の接近焦点はその後も、 エドワール・ガラディエとポール・レノーのもで1938年4月から40年5月の間に副首相として内閣に参加した。レノーの辞任によって旧新党が閣外へ降りた後もフィリップ・ペタン内閣の下で再び副首相を務めた。フランスは1939年9月にドイツへ宣戦線復刻したが、1940年5月にはドイツ軍の猛攻により抵抗は一周された。 6月5日にダンケルクが陥落したことを受け、フランス軍の敗北は切迫したものとなった。これを受け、翔太は、ポール・ボーダンと同月8日に会食を行い、即時の停戦とフィリップ・ペタンの首相任命を宣言した。ついで11日の閣議にて、翔太は、絶望的な現状について話し合うために、チャーチルをフランスへ招くことを提案し、13日に、 チャーチルはトゥールにて会談に臨んだ。15日に内閣は再び閣議を開かれたが、その時間はおおよそドイツとの急戦問題に割かれた。ショータンは当時、現在の硬着状態を打破するために中立的な立場をとって、ナチスドイツの条件がどのようなものとなるかを確認するべきであると考えていた。ナチスが高潔な人々であるならば、 フランスのことを考慮してくれるであろうし、もしそうでなければ、彼らは経線を選ぶであろうという考えの下であった。6月16日、当時ロンドンに亡命中であったシャルル・ド・ゴールは、ポール・レノーと連絡を取り、フランスとイギリスの国家統合に関するイギリス政府の提案を伝えた。この提案に書きついたレノーは、イギリス政府の意向を紛糾する閣議へと提出。 閣僚のうち五人から賛成を得た。しかし他の閣僚メンバーはペタンやショータン、ジャンイバルネガレラの主張を受けてイギリス政府の提案に反対してレノーの説得に出た。特にショータンやイバルネガレーはイギリスの提案を受け入れることが将来的にフランスをイギリスの自治領へと変えさせる手段になりかねないと考えていた。ジョルジュ・マンデルは彼らに 国病者だと非難を投げかけたが、翔太ンや他の閣僚たちもまたマンデルをしあう新社だと非難した。レノーが翔太ンらの提案を受け入れることはなく、彼はそのまま辞任した。翔太ンは、感銘を受けて、アメリカ合衆国へと渡ったことを機に、ペタン・らビシー政権との関係を断ち切り、余生の大半をアメリカで過ごした。第二次世界大戦の終結後、フランスの裁判所は彼に対して、 ナチスドイツとの協力を理由に、本人欠席のまま金庫5年の有罪判決を言い渡したが、1954年に恩赦された。カーラ、2011ABC グリフィス、1970、ピアニッシモ、197ハット ABCD の座は、2011、ソアワイン、2018グリフィス、1970、ピアニッシモ、231グリフィス、1970、 ピアニッシモ235ハットグリフィス1970ピアニッシモ239ありがとうございます。